今回は結界誌について語りたいに対する読者の反応集です。それではどうぞ。龍馬持って無双習得後はあんまり戦闘しなくなったイメージあるけど、原作終了後の強さってどんなものなんだろうね。改めて見ると中学生の顔つきじゃないな。全巻持ってるのに後半の記憶が行方不明だわ。カスモリはともかく裏回周りのゴタゴタ何にも覚えてない。兄弟喧嘩兄弟喧嘩じゃないの、隙間を狙って土地ゲットした感じ。あーなんとなく思い出してきた。ありがとう。あの兄弟は兄弟で、それなりに真実知る前まではそれなりに思っていたんだろうし、憎い相手はそのことをすっかり忘れてて、なんというか。名前忘れたけど、ゆうの姉ちゃんとかみたいな上積みの上積みっぽい連中以外はなんとかなるんでない。あと精神支配兄弟兄弟ではないみたいな絡めて連中とか。極限無双習得後は多分最強クラスだから、母とか眺めるもの以外は同格以下しかいないと思うぞ。土地神系とかも一部除いて基本無理じゃないかな。七郎とイフンぐらいだから間違いなく最上位クラスだとは思う。それより上はマホラ様とか眺めるもの、森よし子くらいしかいないと思う。あの実力で中3とか強すぎ。カスモリの助力はもう受けられないからある程度弱体化してる。深海長期展開とかは無理そう。素質があるだけで十二分だが、おそらく世界最強クラスの母親の血を継いでるんだぜ。とはいえ、ぶっちゃけもう目的ないから、ちょっと野良で暴れてる奴がいたら退治するくらいでもう全力出すことはないんだろうな。兄貴がまだ活動するだろうし、助っ人参戦とかはしそう。ただ森はどれだけヤバい状況でも龍馬守を巻き込みはしないだろうと思ったけど、聖馬守がヤバかったら呼ばれてなくても龍馬守は助けに行くよな。結界師は絶界で精神干渉も無効にできるから強いわ。センちゃんの完全化が見たかった。血が薄いんじゃなかったっけ。血が薄いからカスモリの力に当てられてもギリギリ抑え込めたんじゃなかったっけ。うろ覚えだけど、血というか邪気じゃなかったか。龍馬尻が出る家系はあったけど、血の濃さについて言及されたことないと思う。異能って掛け合わせたりできるのかね。裏回面白かったけど、後半は人に飼いならされた妖怪と土地神以外で亡くなったの寂しいわ。白尾も完全解放されないし、洗脳 NTR 改造言うと人妻水月。属性多すぎ。今思うと属性多すぎて草しこれる。ヒロインよりサービスシーン多いしな。いいよね。日永の俺よりも月久しの妻としての時間の方が長かったってセリフ。強くなったけど、最強ではない上強くても難しい本編。金剛君とジェレンスキ。蹴りをつけよう。行くぞ恋杯契約了承で俺の勝ち。悪魔と契約したジジイと人間捨てきれなかった虫いいよな。俺はもう違うところにいる。お前の次元で話をするなこの人でなし。一刻ほんと良い第五まで書かれたバラバラの虫で構成された城の迫力もすごい。総帥も水月も人外でありながら、あまりにも純粋なプラトニックラブしてただけに結末が悲しい。こんな会話した後目の前で夫が自殺するの見届けるとか。総帥に月久しを何とかした時点で全て捨てて駆け落ちするぐらいの解消があればとかちょっと思ったが、そんなんならあそこまで純粋な月久しの操り人形にはならんよな。月の方が操ったくせに最後は兄だと思い込んでたの、ちょっと面倒くさすぎて好き。出てくるキャラ見た目や性格が人外なのに悩みが人間臭いのが面白かった。森よし子さんのキャラ造形未だに母親としてすごい異質だから覚えてる。土地神で大天狗が一番強そうだったな。単純にでかいやつは強そうだった。出てきた中で大首山の土地神はめっちゃ怖かったわ。吉森と時音がイチャイチャするだけで満足する。蛇の守護霊使いの英語教師がなんか好きだったな。アニメだと大川父さんの声だし。改めてこの作者の絵見たら線がめっちゃ綺麗だな。この人が描く女キャラなんか好き。影宮は多分男だろうけど中性的で好きだったな。普通に男の子だし、作者に質問が来て初めて女の子説なんでないない状態だったらしい。中学の友人戦友である奴が目の前で死なれるとか一生引きずるわ。あんなん志繰り返しを切りのことかな。アニメも面白くて毎週見てたな。
この世界のどれだけ力があろうとも何もかも思い通りになるわけじゃないところ好き。あとラストのヨッシーとトキオトちゃんのとこ好き。ヨシモリもその兄貴も年齢考えると本当にすごい人だと思う。苦労してるな。兄貴は霧の回想時未成年ってマジかよ。ただ森は見た目と言動と落ち着きと行動だけがおっさんだからな。調べたら最終回でも22歳なんだな。俺より何倍も人格者なのに年下じゃん。交流楽ん好き。ヒクロがすごい好きだった。当時小学生だった俺にぶっ刺さりだった。歯生み出すのと回復素材というシンプルな能力と戦い方好き。クロス好きの裏辺いいよね。愛人か化け物のはずなのにガチで可愛い。結婚しよう。トキオトのせいで最上ヒロイン好きになった。能力が打ち止めになろうが別の道を模索して食らいつく強さとけなげさのバランスがいいよね。懐かしいな。初めてハマった漫画だわ。主人公好きになったのもヨシモリの影響だな。結界術めっちゃ欲しかった。今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。